今日注目の山口から平尾、若手からそして経験豊富なベテランへボールをつなぎながら、新戦力のオブライアント、フェイントアタック、シュートはいきませんでした。今日初めてフィールドゴールを落としました。ガルシア一気に行く、井上が前にいますが、井上にパスをしてシュートが決まる、井上亮太です。ケネディだけとかになるとやはり得点が偏ってくるんですけども、うん、タップスコットも打てますからね。そんな中カリノが一つ流れを切りました。少しずつメンバーも変わりながら、岸田、ガルシア、チャイルズとつないでインサイド、ブラントのディフェンス、チャイルズフックシュート成功、かけてガルシア運んでいきます。ガルシア一気に行く、リバウンドから得点決まっています。最後はチャイルズがタップしていきました。茨城は鶴巻も入っているところから、ガルシア、トップからハレルソン、そして隅田もいます。2ファールの隅田戻ってきて、チャイルズのショット、この辺りはもうチャイルズが得意とするところ。カリノからカリノ3狙ってきました。最終的には敗れてしまったこと、非常に反省をしていました。ここも飛び込むガルシア、まずはランを切っていきました。9対0のラン茨城作っていたんですけれども、ここは得点につなぎたいところですね。はい、スリーがすでに2本決まっているカリノ、ガルシアもアテンプトあります。ミドルショットです。これは来た。先週の大阪戦ではガルシア1人で13対0ランというシーンもありました。スリーで来る、ガルシア決めた。オフボールのところでも攻防があります。隅田飛び込んでシュートが決まる、隅田大輝。まあ、相原、アレクサンダー、学也、山下のプレータイムも伸びました。奪いました、なんとか守って、井上ここできた、井上亮太、山下飛ばしてコーナーからハレルソン、これが決まって逆転サガバルーノーズ。ブラントから平尾、ブラント、ブロックショット、ヨール・チャイルズ、もうちょっとシュート打てなかったので無理やりちょっと打った形になったかなと思います。3.8、今日はハレルソンがアウトサイドからインサイドからも得点よく取ってますね。はい、昨日は2得点でした。ここまでスコア伸ばしているハレルソン。タプスコットのショットはここもチャイルズが手をかけて守って、このシュートは打ち切れない。第3クォーターの入りです。チェイスフィーラー、まずは第3クォーター佐賀の得点で割と封じられていたタプスコットですが、スリーポイント2本で6得点。フィーラーバスケットカウント、3つ目となりました。茨城としては一つねキーになる選手だと思うんですけれども、そうなんですよ、このファールをオブライエント選手を、隅田のスリー、バンクショット落ちてリバウンドからガルシア、パスに変えてチャイルズ、昨日もスリーポイント1本決めています。昨日は3得点16分間のプレーでしたが、今日もまず決めてバウンスパスからチャイルズ、これも決める。隅田からのパス生かしていきました。我慢して得点を取っていかなければいけないのかなと思います。はい、隅田から逆サイド、岸田のスリー、これが来ます。この当たりはさすが岸田敦貴。リバウンドは中村航平、前から当たっていきます。奪いました、チェイス・フィーラースティールからで、タブスコットのファールです。これしっかり集中して攻撃していかなければいけないのかなと思いますね。はい、ここもターンオーバーからフリースローでつないで、2投目短いがリバウンドから、今日は2桁得点も見えてきている状況。三原ペイント中ですが、カリノディープスリー来ました、できています。今日は前半ファールトラブルがあった隅田、カリノからパスを受けて隅田のスリーは来ました、隅田大輝。このゲームから退くことになります。その佐賀のオフェンス、このショット決まりました。この辺りはさすがです、チェイスフィーラー、少し弾いたところターンオーバー引き出してスティールから
ハレルソン手をかけて取りました、スティールです。ガルシア、中村が止めます。アンスポーツマンライクファール。オブライアントシュートに行く。ショットクロック14秒です。じゃあオブライアントが守る、ファールはできない。ガルシア中アタック、キックアウトからハレルソン来ました。貴重なスリーが決まります。茨城からすると、まあ、オフィシャルタイムアウト、中村のアンスポーツマンライクファールがあって、まあ、ガルシアツーショットからつないでいったところ、あの時点でもう66点利用することができる場面ではありましたが、まあ、残り1分9点差、まずは使わずに打開したいというところ、フィーラーに入れて、フィーラーワンハンド叩き込んでいきました。大場がファールに行こうかというところですが、ファールになりますとフリースローです。ここを開けて井上のスリー来ました。